梅雨の晴れ間の谷パトです。スカスカに植えてたんですけど、ルビネがすごい。ルビネがね、あちこちあちこちこうね、エケベリアを覆ってきてるんですよ。これだからね、ある程度ちょっとこう伸びた分カットしないとルビネにこう侵食されますね。黒胞子がこういう感じでどんどんやっぱね、新芽が出てきてます。これがちょっと遅れてたんやけど、新芽が遅れてたけど、ここら辺出てきましたね。随分ね、こういう風に。で、こちらもずっとルビネがすごい。前々から植えてたところはこういう風にね、ちょっとこう、あれやな、寂しくなってますけど、ここら辺はね。だけど、新しく挿したやつ中のはね、こういう間とかに挿してたんですよね。すごい。こういったのがもう、エケベリアがこれ日照不足になるな。ああ。すごい。ルビネの勢いがすごい。もうこんなも全部ね、隠れてきてる。これ雑草はね、ちょこ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 抜いとかないと、あっという間に大きくなりますからね。ほんとルビネの成長、こうなんていうの、成長力というか、あれはすごいですね。ところどころこう切ってんですけどね、こういう風に切ってるやつはね、こう来るから切んないと、間に入ってきてるのこういったのがね。センペルがね、結構いい感じなんですね。ジョビーバルバどっちかわからないですけどね、似たようなやつやから。はい。で、こういうやつがあれですね、ダンゴムシとかを対するこう薬っていうかね、巻いてたらこういうね、やっぱりやられてしね、こうきっちり退治してる。あれはいないですよね。なんだ、ナメクジとかね、それはいないですけど、ダンゴムシがとにかく多いんですよね。はい、こういう感じ。こんなが植え替え遅れやな、かなり気根がね出てきてます。これは植え替えたばっかり、薄化粧ですね。はい。こっちもやっぱりこう雨を受けてね、ずいぶんこう一つ一つ大きくなってきました。雨を受けすぎてパッカンしてますけどね。はい、こういうやつ。背玉あたりもねすぐ大きくなるので、こんな感じでこう、あれなんですね、乙女心をこう覆ってしまう。だから湿気が多いとこういう風にね、ほら黒っぽく落ちてるでしょ、こう葉がね。だからこうなってしまうから、間をねこれ切ってあげないと。何回かこう切ってるんですけどね、あっという間にまたこういう風に伸びます。切ったところからまたこうね、こんな感じでこう脇芽がどん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 出てきますからね。早め早めに切っとかないときついですね。ここら辺はちょっとあれやな、水不足っぽいな、鉢に植えてるけど。はい、やっぱここら辺もね、こんなふうに雑草が生えるからちょこちょこ取っとく、小さいうちに取っとく。これなんかの可愛いの、これ何やったんやろ、ここらの可愛いな。けどこれ花芽はなるべく取っておくと、葉もまたポロポロね、ここに置いとくと葉がね出てきたりしますからね。はい。プラティフィラとかやっぱいいね。プラティフィラすごい小さ、あのちょこっとこういう感じで植えてたんですけどね、プラティフィラこういう風にね、すごい小株が出てからですね、こんな感じですよ。いい感じ。トプシータービーがこういう風、うわこれすげえ、野鳥がかなりねでかくなりました。野鳥がグリグリがこういう感じ。はい、花壇はね、こういったところです。6月になるとこういうふうにね、山帽子の花が綺麗です。こう常緑山帽子で買ったんですけど、結構それでもね、常緑と言いながら結構冬はね、葉を落とします。奥にあるのがオリーブ。
こんな感じで結構ね今年は、植え替えができてますんでね、はい、やっぱ植え替えするとちょっとこう生き生き、いい感じになってます、ね。こちらが、羽釜に植えたやつ、随分やっぱ色がね、色が随分飛んだかな、うん、これが結構伸びるから定期的に剪定してるんですよね。剪定しないとこういうのもね、さっきのルミネじゃないけどこうバーッと覆ってしまいますんでね、こういうやつはこう適度に剪定、ヒューケラがいい感じ。ヒューケラ好きなんですけどね、ヒューケラ、はい、雨を受けていい感じになってます、ヒューケラがね。こちらが、流し台プランター、こっちも色がね随分飛んでる。奥の方に、乙女心好きやけね、グストとかね、あれティッピやったかな、奥のが、あれなんかな、月閉じかな、それとか、七福神とかですね、はい。でこの間植えたセダム、やっぱもうちょっと深く植えんと悪かったな。もう伸びてきてますね、こんな感じでね、うん、またこれも切るといいかもしれん。切りたてはあんまり良くないけどね、うん、また脇芽を出すでしょう。本型に植えたセンペルと、ちょっとイバルバか、はい、なかなかいい感じになってきました。あとは、こっち見ますかね、白毛と B ね、エボリー赤鬼とか、これなんだかな、ピアゾラか、でこれがセゴビア、これコブができるね、コブがね、ちょこっとコブがある、ここね、こういうふうにコブがあります、2つ。それと好きなベニチゴ、これやっぱ根詰まりしてるから赤い、ね、まだこう根がこう伸びてるというか、うん、植え替えして間もないやつはこう緑をね維持しますけど、根詰まりいっぱいはこういうふうにね真っ赤ですね、はい。ホッテントッタ、ね、桜鉢、これ結構いい、随分前にね、貞子さんが作ってくれたやつかな、はい、これも相当長いです。それとこれが黒胞子錦式ね、これがブチさんの足に植えたザラゴーサ、これがハットアマノ、ね、ナコさん、これもザラゴーサやろ、この2つのザラゴーサ結構いい、ね、いい感じです。クリシエヌライアン、フィリのナリちゃん、モタロ、キャロラインね、これいい形、いい感じになってます。小松緑ね、ピンクラズベリー、これが、あ、そうそう、タックスパン、モリ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 、乙女心セッカ、これあれね、おじき&しょう、しょうこさんの衣装やな、これ本当にいいですよ。コロラータタパルパとロメオルビーね、いい感じ、真っ赤で、京さんの鉢に植えたやつね、パルクさんとかね、好きなブルーエルフ、こっちもそう、これもやっぱね、右が乙女心、左があれや、インディアンクラブ、ね、はい、これ結構好きやね、フレイムね、レイム、こうすごい群生感がいい、こちらもそうですね、フレイムで、これも植え替えた、ルドルフやな、ルドルフですね、はい。あとはね、まあ、こんな感じかな、あ、これがあれやな、クスビダータパラスカとロメア、あのザウェスで買ったやつですね、はい、あ、そうそう、これがまたね伸びすぎ、これが
八千代がね伸びてこっちにこう迫ってきてるんで、この下に植えてるね、こういったやつがもう徒長してきてます。うわこれすげえ徒長、日が当たらないから乙女心がね。はい、あこっちもな、こっちもちょっと見るか、こっちもここ軒が長いからね、雨にあんまり当たんない。アイロンに植えた寄せ植え、えらい伸びちょったからこれ切ったね、切り詰めました。ノブさんのピュアラブ、ノブさんが鉢に植えたねピュアラブで、リエルパパからもらった信楽の鉢とかね、ここら辺がいろいろ桃太郎とかねあります。風月さんとかね、これがしまいない、あんなハピホーで、これがあれはねザワイスで買った、始まりの花の石花とかね、札がどっか飛んでいたコロラタアテマハック、バルクさんのねで、オライさんのリンザナミショウとかソワソワとかね、紫式部、見事なハロウィン石花、はい、こんな感じですかね。はい、ということで今日は、梅雨のこう晴れ間のね、梅雨の晴れ間の、6月の今日はあれですね、ほとんど玄関前、玄関前の、谷パッドでした。まあこれからかさらね、紅葉とか冷めてくるやろうけど、まあこう梅雨の湿気にやられないようにですね、育成の方ねしっかりやっていって、厳しい夏を、はい、乗り越えようというふうに考えてます。はい、ということで、本日の動画は終了です。動画をいいと思っていただけましたら、チャンネル登録とか高評価していただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。